はい、でも今回はね、森友問題ではないんですけども、またね、安倍総理をちょっとこう追及しないといけないというか、愚痴を言わないといけない動画になってしまいました。まあ今回はマイルドに行こうと思うんですけども、皆さんどうですかね。今皆さんね、人生最大の苦しみだと思うんですよ。事業されてる方とか特になんですけども、お店をされてる方はね、創業以来のピンチだと思いますし、お店を創業されたばかりの方はこんなピンチってのがね、商売やってるとあるのかってびっくりするかもしれませんけども、これはですね、30年40年商売やった方でも出会ったことのないようなピンチです。私町内会の方に行って70代とか80代の方にね、よくお話を聞くことがあるんですけども、今回のような世界的なね、危機が起きた時に、長年の熟練の知恵を持たれた70代80代の方に、なんか解決策はないんですか、その長い人生の中で何かお知恵を借りれませんかっていうふうに申し上げたことがありますけども、これがね、案外ね、皮肉な表現になっちゃったみたいで、さすがにないよと言ってましたね。私ちょっと意地悪で聞いたわけではないんですけども、本当にね、難しい時代を何度もくぐり抜けてきた方に、こういう時にどういうふうにすればいいのかってことがね、まあ明確ではないにしても、なんか答えがあるかなと思ったら、もう打つ手がないと。家で引きこもってるしかないっていうふうなことで、ちょっとサジを殴られちゃった状態なんですよ。私としてはね、やっぱりこう、まあ、精神論でもいいんで聞けるかなと思ったんですけども、あれっていう感じだったですよね。まあ、それは私の個人的な地域の例なんで、まあ、いいんですけども、さあ、今回のようなね、世界中で、あらゆる国が、都市を封鎖したりとか、飛行機を止めちゃったりする。で、お店をちょっと一定期間休みにしてくれとかね、日本では学校を、ちょっと休校にしてくれみたいなことが出ちゃったりとかして、K1 のイベントやったら怒られるみたいな、もう本当にね、何もかもできないような状態になった時に、さあ、私たちの暮らしはどうなるのかなってことなんですよ。だって、生活するのに固定費ってなくならないわけじゃないですか。で、その固定費すら稼ぐチャンスを失われて、しかもこれがいつ終わるかわからないと。今月はなんとかやりきっていけた。来月はまあまあ、貯金でやってこれた。再来月はカードローンかもしれないと。その次の月は借りることもできないから、どうしよう、滞納が始まっちゃうよとか、お店の家賃とか払えないよとかね、従業員の給料払えないよってことになっちゃいますよね。そういう時に、まあ、こっからがやっと本題なんですけども、まだ記事も読んでないんですけどもね、このタイトルだけで物を言うのもどうかと思うんですけども、なんか商品券でやりくりしてくれって話でしょ、要するに。商品券も100万円分の商品券で無制限に使えますよみたいなもんではなくて、観光外食限定の商品券って、今観光とか外食って自粛してるとこばっかりじゃないですか。観光に至ってはほとんど使えない状態ですよね。潰れてるところもあると。外食もそうですけどね。じゃあこれに商品券いただいてどうすんのって話なんですよ。まあ一ところではね、まだ深くは確認してないんですけども、自民党の二階さんっていうのがこの観光業とかのね、元締めだっていうんで、結局は利権体質なんですよね。国民の方向を向いてるんではなくて、仲間たちがどう稼ぐかってことを、こういうふうなね、国難とも言える世界中が困ってることですら自分たちの利益のネタにしようと思ってるわけなんですよ。今まで我々国民はね、どれだけの税金を払ってきて、どれだけの我慢を強いられてきたのか、それこそ人生の半分を搾取されたことにもずっと耐えてきたのに、その上でね、その一部、我々の、もともとは我々が稼いだお金ですよ、それを一部返すこともできないと。商品券パラッと配ってどうするんですかって話ですよね。この商品券もあれでしょ、1万とか2万とかっていう話でしょ。今はね、やっぱりこう1年間分くらいのランニングコストをいただけないと、安心して前を向いて新しい知恵も出ないし、新しいね、ビジネスに取り組もうっていう、もうそういう気概すらできないですよ。だからね、なんかこういうことではないんですよね。私たちがこう助けてくださいっていうのは、商品券くださいなんてことではないんですよ。家計支援策の肝というね、商品券、どんな肝なんですかって話ですよね。で、皆さんどう思いますか、これは。で、しかも肝心の給付も金額は未だ打ち出されず、早くても5月末って、もうそれまでに何人の方が死んでしまうんでしょうかって話ですよね。まあ悪い言い方をすればね、一定の人数が死ぬことを待っているんではないかなと思うんですよ。例えば今回のこの病気に対しても、あれは基礎疾患がある方とか、ご高齢の方が死亡リスクが高いわけですよね。で、若い方はあんまり影響がないわけですよ。っていうことはですね、わざと対応を遅らして、少子高齢化をね、こういうふうな病気のせいにして止めようとしてるんじゃないかぐらいのね、悪意を持った解釈を私はしてしまいそうなんですよ。だからそうだとしたら、もうとても許されることはないんですよ。あ、出た出た。二階幹事長が全国旅行業協会の会長か。もうね、この二階さんってのもね、本当、
なんと言いますかね、血も涙もないんですかね、今回の安倍政権は。危機になればなるほど、その人の、その、なんですかね、本質が現れると言いますけども、こういう状態になってね、さらに太ってやろう、焼け太りしてやろうみたいな、気持ちが、もしね、安倍さんはじめ、安倍政権に官邸にあるんだとしたら、私たちはね、一体どんなリーダーを選んでしまったのかというふうに、もう自虐視感の極みですよ。至る、ここに至っても国民の命を守るという意識が安倍政権には全くないことはこれではっきりしたと書いてますよね。このままでは本当に国民はこの国の政治によって殺されてしまう。全員じゃないですけども、ご高齢の方をこのね状態で見殺しにして少子高齢化をね止めようとしてるんじゃないかなと、なんということでしょうってことですよね。確かに少子高齢化は止まるでしょう、ね、ご老人が3000万人ぐらいお亡くなりになって、で平均年齢ぐっと下がるでしょう。まあそんなこと考えてるとは思いませんけどね。今の時代ね、戦争が起きたら若者が死ぬんですよ。でもこういうふうな病気が蔓延するとご老人が亡くなっていくんですよ。もちろん数の理論とか社会の形としては少子高齢化ってのはちょっと問題があるから若者を増やさなければならないねってことですけども、若者の数を増やすんじゃなくって老人の数を減らしてね、相対的に若者の数を増えたように見せるっていうのは、なんかその帳尻合わせっていうのはまさに安倍政権のね考えそうなことだなとか思っちゃうんですけども、まあこれはね邪推ですから何の根拠もありませんので私の単なる妄想でございますが、なんかそういうふうなね悪意を持った解釈までなんか組み込んでしまいそうな、私の思考が本当に貧相ですよね。いや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 、じゃあ今回のちょっと動画まとめますけども、あ、ちょっとのお願いなんですけども、商品券とかじゃなくてもうケチケチせずにドカーンと国民一人に300万配ってください。それで消費税 10% もみんな我慢しますよ、ということでいいんじゃないですかね。いかがでしょうか。それでは今回は以上です。